君の瞳にカシオペア座が見えるんだぜ。ゴーンジ、何言ってるの？星座を知ってるとロマンチストっぽくてモテそうと思ってな。ああ。ところでカシオペア座ってどんな星座なんだ？知らないんで言ってたんかい。それじゃあ見てみる？見てみるってこんな昼間にどうやって？じゃーん、どこでもプラネタリウム。これがあればいつでも星が見られるよ。またすごいアイテムを。さすがペケッツ、これで俺も星座博士でモテモテだ。というわけで思わず突っ込みたくなる星座7選スタート。それじゃあルイ先生お願いします。お願いします。え、何急に。どうせ星座にも詳しいんだろ、知ってたらモテそうな星座教えてくれ。どうせって何なのさ、モテそうな星座は分かんないけど。それじゃあこの星座が何か分かる？これは簡単だね、ペンギン座でしょ。ブッブー。どう見てもペンギン座なのね。確かに見えなくもないけど、これは双子座だよ。弟は不死身だったんだけど、お兄さんが死んでしまったのが悲しすぎて神様にお願いして二人で星座にしてもらったんだって。仲良しさんなんだね。いや待て、よく見てみろよこれ。どう見ても一人じゃないか。手と足も2本ずつだし、普通なら二人なら手足4本ずつないと変だろ。仲良すぎて重なっちゃったのか。二人で一心同体ってか。ゴーンジ、今日はツッコミ担当で行くのかな。双子座、ペンギンさんにしか見えない。そっちの方が可愛いからペンギン座でいいじゃんか。ツッコんじゃうのは 100%。 次はこの星座、何かわかる？なあ、これは水を汲むやつ。暑い時におばさんが道にパシャーってやる秘釈のことかな。ブッブー。じゃあ何なのさ。これは小熊座だよ。小熊座の近くには大熊座もあって親子なんだ。親子の熊さん、かわいいね。待て待て、これ尻尾長すぎるだろ。体より尻尾の方が長いってどうなってるんだ。熊の尻尾ちゃんと見たことあるのか。やっぱり今日はツッコミ担当なんだ。小熊座、親子一緒ってほんわかしてるよね。尻尾長いのは猫さんと間違っちゃったのかな。ツッコんじゃうのは 70%。 次はこれ。これは転びそうになってる人じゃない？ああ、足滑らせてねって。そんなところ星座にされたら永遠に恥さらすことになっちゃって星座になった人も嫌でしょ。ブッブー。これはクジラ座だよ。クジラに見えないのね。いやいやいや、これクジラなのか。腕とか首があるのに。腕は100歩譲ってヒレだとして、クジラに首なんてないだろう。実はこのクジラ、頭が犬、下半身が魚で、手にはカギ爪があるって言われてるんだ。いや化け物、クジラじゃないじゃん。昔はアザラシとか海の獣は全部クジラって言われてたらしいからね。クジラだ。クジラさん、海の中じゃないけど大丈夫なのかな。突っ込んじゃうのは 100%。 次、これはどうかな。マスクじゃ。あー、確かにマスクに見えなくはないけど。ブッブー。これはヤギ座。星座占いとかの十二星座として有名だよね。いや、ただの三角。角がちょこっと出てるけど、ヤギは無理あるだろう。ヤギ座、星座のヤギさんもミーって鳴くのかな。突っ込んじゃうのを 70%。 次、これはサンタさんが乗ってるソリじゃない。ブブー。じゃあスリッパ。ブブー。じゃあ何なのさ。これはお羊座だよ。これも十二星座の一つだね。羊さんか。モコモコで可愛いし、チンギスハン美味しいよね。それを言うならチンギスカン。それじゃあモンゴルの偉い人だよ。待て待て、これはかわいそうだろ。モコモコ要素どこ行った。痩せすぎだろ。ゴーンジのツッコミがすごすぎる。お羊だ、羊さんなんだからモコモコにしてあげて。ツッコんじゃうと 80%。 じゃあ次、これはどうかな。おい、どれ。これこれ。おい、坊座。ブブー。これは子犬座だよ。いや、ただの線。これ名付けた人の想像力すごいな。子犬座、なんでただの線なの。もうちょっと工夫してあげて。ツッコんじゃうと 100%。 よし、これが最後。わかるかな。うわ、大きい。クジラさんより大きいのか。わかんないよ。これは海蛇座だよ。星座の中で最も長くて大きいんだ。いえ、蛇さんってこんなに大きくないのに。確かに、そのサイズ感。海蛇じゃなくて竜だろ。お前は海になって収まる大きさじゃないんだ。この大空に羽ばたけ。フライアウェイ。フライアウェイ。海蛇座、あんな大きな蛇さんがいたら大変。みんな飲み込まれちゃうよ。
けど、どれもそうは見えない。まあ点と点を結んでるだけだからなかなか難しいよね。それにしてもゴーンジのツッコミすごかったな。わあ、そうだ、じゃあ自分たちでいい感じの星座を作っちゃおう。お、それはモテそうだな。やるやる。作るってどうやって？このアイテム、自分の好きな星座を作れちゃうんだ。相変わらずすごいアイテム。というわけで、出来上がりがこちらになります。もうできたの？じゃーん、これがハヤト座で、こっちがペテッツ座だよ。すごい、二人にそっくりだね。ルイナが作ったんだよ。え、どこどこ？自分の星座ってちょっと嬉しいな。はい、これ。あ？で、メガネだけ？どうして僕だけメガネなの？僕のもちゃんと作ってよ！チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しない。